はい、ここから今からミラーを交換します。はい、ここをひねっちゃうんですか。そうそう、で徐々にやっていけばいい。あ、そうですか。はい、うん、じゃあ、はい、これは今はめ込みですかね、これ。はい、そうです。はめ込んでるミラーのカバーを外したところです。液晶がダメになってるのが分かりますでしょうか。これ押さえてるだけですかね。これさ、なんか、ここのコネクターの話があります。はあ、コネクター、これ、ね、電気が流れるとこう変わるんですかね。そうです、熱が入りますのでね。はあ、ね、あ、そうですね。で、こちらが、ガラス屋さんで切ってもらったという1500円で切ってもらって、ガラス代は、ミラー代は、まあ、ただと言っていいんでしょうかね。お、いい感じうわ、素晴らしいっすね。で、これだけだとガタが出ますんで、実はさっきの素材がありましたでしょ、はい、天井素材、それで後ろに張り合いますね。天井の内張りを張った時の素材を後ろの、なんていうの、ガタつき防止のために入れます。これだとはめるだけですね。この厚さが違うんですね。よく見てください。こちらは2ミリ2ミリを4ミリ、こちらは3ミリ、ね、3ミリ。あははははは、なるほど、ね、この薄さのガタを防ぐために、うん、余ったこの素材を生かせばいい。あ、なるほど、ね、本当に無駄がなくていいですね。もったいない精神。もったいないですね。本当に。わかりました。今はめ込みが終わった俺の顔を映っちゃうか、ミラーなんですけど完璧な仕上がりです。いや、もともとは平面ですもんね。そうです。これはいいですね。あとはつけるだけでしょうか。まるっきり、まるっきり平面。はい。あ、本当だ、平面だ。うん、というわけでこれからつければ終わりということです。もちろんこのカプラーはいらないんですけどね、ということです。まあこれ記念に撮っておいてください。はい、型取りとしてもね、大事、他の人に役に立つ。